葵さん、わら作りましょう。よいしょ。よし、今日まずはゴンドラからスタートだ。ゴンドラ乗るぞ。それではまずは一発目ガーラ行きましょう。ジェットコースターだ。すごいね。ガーラがガーラガーラ、全然混んでない。わー、今年はいっぱい雪あるね。やったぜ。よしみんな、ガーラだ。ガーラの G。 まずはガーラを滑ります。今日はめっちゃ天気いいですね。やっほー。メキシコ。すごい、湯沢から魚沼まで全部見える。 OK、カモン。湯沢町一望できます。やばい、この景色すごい。さて、ここからは石内丸山スキー場隣になります。ここは3つのスキー場くっついてるんですね。たまにはさ、持って滑ってみる、自分で。キャッホー。ガーラは想像以上にコースのバリエーション結構いろいろあって楽しいスキー場です。ファミリーで来るから絶対おすすめ。なんせ新幹線で手ぶらで来れます。これ最高。普通はね、あれ銃で殺す。よし、次滑ったらランチ。 Here we go。ランチタイム。いただきます。テン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 。でかい。デブります。いただきます。ビュンビュン。よし、午後はここから恒例のスキー場越えをします。ここから湯沢高原スキー場、そちらへ移動できる。これが湯沢マジック12。このパスを持ってる者のみが楽しめる遊び方だ。スキー場はしご二股。二股しちゃ嫌よ母ちゃん。ごめんよ、二股して。レディーゴー。オッケー。フレッシュフレッシュ。フレッシュフレッシュって言ってるから。いけるのか。うぅー、イエーイ。あー、ブラ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 。ナイス度胸。おっと、失敗。今のさよなら。早っ。さあ、この沢の向こう側に見えるのが湯沢高原スキー場。向こうまでロープウェイで移動します。はい、小鳥さん。はい。湯沢高原スキー場にジャンプするんですよ。ジャンプ、これね、湯沢ならではの遊び方です。町民パスマジェスティック12、これを持っているとこういう
複数のスキー場を股にかけて遊ぶことができちゃいます。 Here we go。 さあこのロープウェイランド1時間に3本運行しているので、時間うまく合わせてここに来るようにした方がいいです。お願いします。さあロープウェイ、これであっち側へ渡ります。あと2分、ここどこ。お待たせいたしました、山頂駅行き発車いたします。バイバイガーラ、バイバイ。湯沢高原スキー場到着。何よりもですね、ロープウェイのスタッフのお姉さんが可愛かったので、とてもご機嫌な乗車ができました。どこ？あーいいね。ここはもう周辺滑ったら降りるかも。いやもう一本でいいんじゃない。めっちゃ水垂れてくんですけど、めっちゃ水垂れてくるんですけど。さつま、はい、湯沢高原スキー場、はい、あなたこのスキー場好きですよね。浮いてるみたい自分が。さっきね、ここにいたところね。それではただいまより湯沢高原トップトゥーボトムに挑戦したいと思います。 Here we go。 まずはパノラマコース。神楽スキー場が今目の前に見えています。神楽、手前が三ツ俣か、あれ、そうだ。すごいでしょ。ではというわけで、ここからもうあと下山です。下山コースを使ってボトムまで一気に降りて、そこからバスに乗ってガーラに戻ります。ヘブリゴ、ここから下山コース、布場ファミリーゲレンデへ向かいます。もっちり、もっちり。はい、行きましょう。わーい、ゴールだ。着いた。長かった。いやー、すごい楽しかった。全員完走。よく滑り切りました。結構な長距離。タイトで、結構ね、斜度があるので上級コースです。初心者の方はあんまり行かない方がいいかもしれない。でも楽しい。やばいよ。さあ、湯沢高原スキー場のボトムに戻ってきました。ノスタルジックな風景がまだしっかりと残ったスキー場、いいね。湯沢高原スキー場の乗り場からガーラまでは無料循環バスを使います。オレンジ、ブルー、パープルコース3種類ございますのでご注意ください。無料シャトルバスでガーラに向かいます。ありがとうございました。ガーラ到着。2つのスキー場はしごツアー、これにておしまい。バイ。Dude, that father is 10 men permed!